山梨県甲府市の皆さん、こんにちは。宇宙飛行士の、そしてワンアースの山崎直子です。甲府開府500年、そして希望の桜の植樹、誠におめでとうございます。2000年前、大和たけるの御事が植えた神代桜の子孫は、偉大な先人たちが築いたこの町できっと大きく育つことでしょう。そして富士山やアルプスの山々を背景に、これから千年の地まで語り継がれる美しい景観となることでしょう。いつの日か満開となった希望の桜の下で皆様にお会いできることを私も楽しみにしております。本日は誠におめでとうございます。